四季島住宅公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。案内人の和田です。プロデューサーの大和です。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃいい天気ですね。もう撮影日和です。このすごくいい天気の中、本日はこちらのお家をご紹介します。黒いお家。はい、黒くてかっこいいお家ですね。はい、敷地面積が 42.14 坪、はい、延べ床が 33.02 坪のお家になってます。おポイントですね。まず20畳超えと吹き抜けで広々開放感のある LDK、 あとはファミリークロック完備してますので、ご家族の服も楽々収納できるところがポイントとなってます。ほう、なるほど、はい、なるほど。なんでじゃあ早速ちょっと見ていきましょうか。楽しみです。大丈夫ですか？暑そうですけど、はい、見ていきましょう。見ていきましょう。外観ですね、まあ、基本的にはこう黒でまとまった感じのかっこいい外観になってまして、はい、門柱もこんな感じでかっこいい感じになってますね。あ、本当や。屋根がガルバリウム鋼板になってますね。最近流行りですからね。で、流行ってますもんね。はい、まあ、全体的にかっこよくて、まあ、玄関ドアだけこうちょっと木目のポイントで入ってる感じですかね。あ、なんかまた玄関ドアの周りが白い。そうなんです。白の木調でちょっとここで雰囲気をこう変えてる感じですね。はい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 、になってます。確かにそうですね。で、車が2台止めれるのと、あと車2台、はい、あと大きなポイントはちょっとまだ外交できてないんですけど、こちらでこうバーベキューを楽しんでいただきたいっていうのが一応意図だそうです。あ、なるほど。ちょうどね、ちょっと角地なので他の方を気にせずしやすいかなとは思いますね。あー、確かに角地のいいところですよね、はい、それが。そうですね、はい、になってます。一応テーマがアウトドアを楽しむお家だそうですので、ではちょっと早速中入っていきましょう。ではこちらのドア開けまして、はい、はい、こちら玄関ホールになってます。おー、ナチュラルな感じですね。あ、いいっすね。いいです、いい感じです。でちょっとまあ入って右手に玄関収納ございますね。はい、で、まあ、もちろん、まあ、この弊社標準のコの字タイプのミラー付き入ってるんですけれども、はい、まあ、ここに収まらないものはもう正面のシューズクロック。しかも結構広めです。奥行きありますね。本当ですか。可動棚や。そうで、可動棚もあります。アウトドアがテーマっていうだけあっていろいろしまいそうですね。そうですね。まあそんな感じで、まあ、ここにもストックですとか、はい、ベビーカーとか、ね、まあ、そこに置いとくの嫌っていうのはね、グルーフバッグとかね、そうそうそう、そういうのはここに入れていただいて、はい、外はアウトドアグッズとかねしまっていただけたらいいかもしれませんね。はい、ではちょっとお家上がってみます。で、まあ、外で遊んだら、一応今回はこちらでもすぐに手を洗えるように洗面コーナーを設けてます。おお、なんかかっこいいタイルが。なんかタイルかわいいですよね。リクシルさんのリフラっていうタイルがついてます。へえ。あ、間違えた、ごめんなさい、間違えました。日体工業さんのグリーンデイっていう商品だそうです。全然違います。すいません。なるほど。で、こちらの洗面台がリクシルさんのリフラです。ああ、この洗面台が、あ、なるほど。そうなんです。しかも見てください、ちょっと、まあ、手洗うとこなんですけど、可愛くないですか、この照明も、ね、なんか水泡が中にね入ってる感じで、すごい可愛い照明がついてます。はい、はい、しかもちょっとここ収納あるのいいですね。掃除道具もですけど、なんかちょっと縛りますね。確かに確かに、はい、帰ってすぐ手洗えるのがいいですよね。はい、でこちらはですね、収納あるんですけれども、はい、まあ、ちょっとしたものかけていただけるように、一応ハンガーパイプも入ってるそうです。まあ帰ってすぐコートと、そうそうそう、コートとかですがね、かけれますし、まあ、あとはちょっとした掃除道具とかも入れれますかね。奥行きも結構しっかりしてるんで、はい、ありますので、こういろいろしっかりしまっていただけると思います。はい、はい、では次リビング入りますね。はい、こちらのこのサイコタイプの扉がリビングドアになっておりまして、はい、こちら開けましたら、こちらが LDK になってます。広くないですか。こちらが 20.37 畳の LDK になっております。あ、広い。広いですよね。で、今多分映ってるかなと思うんですけれども、はい、この針とか化粧針やこの窓ですね。すごいんですよ。すごい映えてますよ。映えてますよ、これ。青い空、真っ白な雲、緑。はい。多分あっちは青しか見えてないかなと思うんですけど。上ですか。上は。はい。すごいいい感じですよね。わあ。すごく開放的な LDK になっております。これは吹き抜けですかね。吹き抜けですね、完璧に。はあ。で、こちらの針なんですけれども、はい、今回ですね、このお家はちょっと特別に国産材を使ってまして、はい、構造やこういう針の部分ですね、はい、ちょっと土佐材、高知県の土佐材をちょっと使ったものになっております。おお、ナショナルブランドで。そうそうです。
ちょっとまあ、あのウッドショックとかもねあったかと思いますので、はい、国産材でもやってみようということで今回はちょっと特別に入れたお家になってます。はあ、それは嬉しいかもしれないですね。そうなんですよ、ね、好きな人は多分いると思いますし、はい、そういう考え方がね、はい、いいと思います。でまずこちらあとリビングなんですけれども、はい、一応プランの意図としてはここあちらにテレビボードでここら辺にソファー、ソファでこうソファーに座った時にこの窓から緑や青が見えるようにっていうのをイメージしてるそうです。なるほどなるほど、はい、風にそよぐ緑いい感じですよね。テレビなくてもいいかもしれないですね。そうなんですよ、今ない人多いですしね。なくてももうなんかいい感じテレビ見てるような気持ちになります。あのヒーリングのまあそれこそなんかあそこら辺にプロジェクターとかあったらね。そうなんですよ、ね、プロジェクターをあえてかけてちょっとやってもいいかもしれませんね。ですよね。でこちらがリビングでして次こちらがダイニングスペースですね。いや気になるポイントがいっぱいですよ。そうなんですよ、まずここですかね、はい、ここですね、あのカウンターコーナーになってまして、はい、一応人としては同じくこちらの緑を眺めながら、まあ、カフェ気分でお勉強していただいたりお仕事していただいたりできるようにちょっと広めで撮ってあります。いや広いですよね。3人ぐらい並べちゃいますよね。ね、3人も余裕ですし、例えば、はい、こうご夫婦で在宅勤務になってもね、こうこちらで奥様、こちら旦那様とか分けれますよね。ああなるほど、時代に即したカウンターですね、はいはい。しっかり確保してあります。あとここだけちょっとクロスが。そうなんですよ。ちょっとポイントで入ってるので、まあ、よりカフェ感出るかもしれないですね。はい、違うようになってまして、で隣にもね可動棚ございますので、はい、まあ、お家の書類関係置いていただいたり本置いていただいたりで、まあ、高さは変えれるのでいろいろアレンジ していただけたらと思います。でこちらが、ダイニングが来るスペースになりますね。ダイニングセットがですね、はい、来るスペースになります。でちょっとこちらリビングサイド戻るんですけれども、はい、こちらにも収納ございまして、こちらも奥行きしっかりの可動棚も入ってますので、いろいろあちら書類って言ってたんで、まあ、掃除道具とか、はい、まあ、廊下にも最初1回玄関ホールにもありましたけど、まあ、ここにもいろいろしまっていただけます。そうか、カウンタースペースが、はい、言っちゃったよね行きましょうか。で隣にもカウンタースペースございます。そういうことですよね。そうなんです、あちらにもあるんですけど、じゃあここは例えばお子様 の、 あのリビング学習室とかね、はい、あのコンセントの通せる穴もついてますので。なるほどなるほど。ここもパソコン系使っていただいたりで、あとはちょっとこちらにもあの本とか飾り物をしていただけるように棚が入ってます。その家で生活できる、できますよ。あのお外に行かずにお家に過ごしたくなるようなスペースを確保してあります。みんな仕事が家でできちゃう時代です。できますよ、時代です、その時代です。あ、すみません和田さん、はい、このクロスは何なんですか。クロスですか。これこちら壁紙、はい、クロスになります。何なんですか。エコカラーとかと思いました。違います、クロスなんで。でもね、最近のクロス住んでるんでタイルに見えますよね。タイルに見えますね。そうなんですよ、こういう感じでちょっとポイントが入ってます。はい、はい、で続きましてキッチンですね。はい、今回キッチンがクリナップさんのステディアが入ってます。シルバーの、はい、かっこいいですよね、全部シルバーって。いいキッチンですね。はい、でね、あの本体もクリナップさんはステンレスになりますもんね。はい、であと扉の色がクイールシフォン、この色なんか人気ですよね、よく見る気がします。へえ、ね、公式サイトによると使い込まれた牛革の質感をイメージしてるそうです。あ、なるほどなるほど、一応そういうイメージのお色味になってます。で、まあ、あとは基本的に浄水器付きの水洗と、はい、食洗機、はい、で今回は3口のガスコンロですね、はい、と魚焼きグリルが入ってます。なるほど。なんかでもやっぱ私この全部ステンレス好きですね。あ、ワークトップ好きですもんね、うん、我が家は違うんですけど私は好きです。いや、わかりますわかります。まだなんか最近のこのお家にすごい、ね、合ってますよ ね、 すよね。なんか時代って巡るんですね。しみじみ、そうですね、人造大理石がすごい流行ってたと思ったら、そうそう、ちょっと前はそうだったんですけどね。今はなんかクリナップのお家がこういうのもね、いい感じですよね。ステンレスのお家がすごい増えてきて いいなと思います。はい、はい、であとこちら勝手口ございますので、はい、
な感じでちょっと外に物を置いていただいたりできますね。おゴミ出しが楽そうですね、はい、できます。いい天気でした。今も感じました。もう一瞬開けただけでちょっとね感じました。目玉焼きが焼けちゃいそうなぐらいな暑さですでこちらに冷蔵庫スペースございまして、はい、こちらには食器棚を置いていただけるようにスペースあるのと、はい、まあ、食器棚を置いた時にコンセントを使っていただけるように6個分のコンセントの、ね、はい、穴設けてます。まあこれに合うような感じで、まあ、これだけあったらいろいろ、はい、アレンジできるかなと思います。はい、はい、奥が冷蔵庫ですね。そうですね、奥は冷蔵庫です。さっきも言ったよ。あ、言いました、言いました、はい、でこちらですね、キッチンの横にもこちら収納ございまして、はい、まあ、おそらくこっち側はパントリーですよね。パントリーでキッチンの横になるので食材関係いろいろしまっていただけたらなと思います。いや十分ですね。十分ですね。収納結構ありましたね。収納結構ありました。見えないところにいっぱいありました。はい、ありました。見えるところにもありました。見えるところにもありましたけど、はい、ではじゃあ続きましてこちらの扉ですね、はい、こちら開けましてこちらが洗面スペースになってます。おっと、通常よりちょっと広めにしてありますので、一応こちらは室内干しを想定されているそうです、はい、あ、なるほど。最近すごいよくインスタでも見ますよね、室内干し。室内干しいいっすもん、やっぱりいいですよね。私も結構やってます。まあ、やっぱ時代の変化ですかね。共働きが普通になったんで、そう両方やってますね。まあ外も室内もなんで、まあこれだけあったらちょっと室内干しも対応していただけるかなってことになってます。なるほど。で洗面台自体は TOTO さんのオクターブの標準のタイプですね、はい、になってます。であとこちらも可動棚ございますので、まあリネン関係置いていただいたりパジャマとかで、ここに洗い物とかね入れていただいてもいいかもしれませんね。なるほど。でこちらが洗濯機を置くスペースになってます、はい、なるほど、はい。で続きましてこちらですね、はい、こちらが、お風呂になります。おー、TOTO さんのサザナの1616サイズですね。1616でこのアクセント珍しい気がする。グレイッシュウォルナットっていう柄になります。そうですね、ちょっと珍しい、あんまり見ないですね。でもこのお家のアクセントクロスのこのグレーベージュの感じですごく合ってますね。合ってます。こんな感じの今回はお風呂です。はい、乾くついてます。はい、乾くついてます。はいで続きましてこちらですね。こちらにも扉ございまして、はい、こちら開けますとこちらがファミリークローゼットになってます。出た、今人気のファミリークロークです。いいですね。で隣がね洗濯機で、まあ、よく室内干ししていただけますよってお伝えしていたので、はい、まあ、そのままここの部屋に入ってちょっと片付けていただいたりできますよね。なるほど。でお子様小さい時とかね、なかなか自分の部屋行かなかったりすると思うので、完全に全部まとめておいてね、はい、いいんじゃないかなと思います。あー、なるほど。でちゃんとハンガーもあるので、どちらでもかけていただいたり、下に収納ボックス置いていただいたりしていただいてもいいかなと思います。いや本当にこの生活動線いいっすね。なんかね、時代に即して変わっていきますね我が家が古く感じてきますすごいな、いいな。でこちらも扉ありまして、はい、まあ、ここが玄関ホールにつながるんですね。 2way だ。そうなんです。なのでこうくるーっと回遊動線で玄関から入って手洗って、ここでまあちょっと服とかかけて、このままこうやってリビングに出れるように。なるほど。くるっと回れるようになってます。便利な時代ですね。時代というか便利な家。あ、そうですね、お家ですねでこちら出ていただいて玄関ホール戻りまして、はい、こちらに1階のお手洗いございます。あ、すごい爽やかな清潔感があふれる感じになってます。お、あ、なるほど。今回 TOTO さんのまあ ZJ2 なんですけど、はい、今回ちょっと手洗い機がないんですけれども。あ、本当ですね。それはこの先ほど最初に見た玄関ホールのこちらにございますので、まあ、ここで手を洗っていただく感じになりますね、はい、なるほど。手洗いがいらないんですね。まあ、その分空間がすごくすっきりとしますよね。掃除もしやすそう、まあ、単純にコストカットにもなりますね。そうですね、値段に反映されてますね、はい、なります。ではこのままこの回遊動線利用してもう一回リビングに戻りまして、2階に上がるんですけれども、リビングだ、もう一回戻ってきましたこちらですね、ちょっと階段下掘り込んでありまして、お、
こちらルンバを置いていただいたり、コンセントございますのでね。はいはいはい、とか、まあ、もしペット飼ってらっしゃる方はトイレスペースにしていただいたり、いろいろこうアレンジしていただけたらと思います。これは設計さん的にはルンバ用なんですか、ね、一応両方イメージしてるそうです。ルンバ置いてもらったり、その辺は住まれた方にいいように使っていただいたら、はい、階段下を、まあ、余すことなく、うん、そうなんです。使えるように、こちら側は、ね、1階ホールの収納になってますし、あ、そういうことですね。でここも掘れる分だけ掘って、でコンセントつけて、いろいろアレンジいただけるようになってます。面白い、はい、で階段上がるんですけれども、この手すりとかもおしゃれですね。最近はアイアンのタイプの手すりになってます。白アイアンですね。で白なんで爽やかでいい感じですね。うわー、この上がる時の景色も。そうなんですよ。でまたこれ上がってからの景色もすごいですか。よくないですか。開放的じゃないですか。すごい、天井が。そうなんです。で天井もね、木目のクロスなんでちょっとおしゃれですよね。はい、わー、すごい。下見てみます。すごく開放的です。おー、こんな感じですよ。こんな感じです。ご家族のこう空気をいつでも感じられますよね。あ、またあれですね、2階に来ても暑くない。そうそうですね。はい、ファンが回ってるからですかね。しっかり1階のエアコンが効いてますね。なんかね、はい、吹き抜けってそういうとこちょっと不安になったりするんですけど、いいです、いいですねではちょっとお部屋入ってみますね、はい、階段上がってすぐのこちらですね、はい、開けまして、こちらが 5.25 畳のお部屋となってます。おー、ちょっとアクセントクロスも入ってワンポイント入ってる感じの可愛らしいお部屋ですね。可愛いですね。でこちらもしっかり収納が、はい、取っ手があります。やっぱこれぐらいあると嬉しいですね。十分ですね、はい、嬉しい。あ、ちょっと奥行きがありますね。そうですね、ありますので、しっかりこういろいろしまっていただけるかなと思います。はい、ではこちらの部屋が以上でして、隣ですね、こちらも扉ございまして、こちらが2階のお手洗いになってます。おお、こちらは手洗い機付きのタイプになってますね。なるほど、白でいいですね。もうすごい爽やかで明るい空間ですね。本当ですね、はい、はい、こんな感じの2階のお手洗いです。はい、はい、で続きまして、こちらがねベランダになるんですけれども。いや、気になってましたよ。そうなんですよ、今回もちょっと廊下にあるタイプですね。いいですね。こちら開けまして、結構広めなんですけれども、はい、出てみますね。今回これね、屋根がちょっと半分かかってるんですよ、はいはい、なのでまあお天気気にせず、まあ、雨の日はこちらで洗濯物干してもらって、はい、とかをまあこうできるように一応屋根が半分かかってるっていうことと、はい、あと一応こうベランピングもちょっとイメージしてまして。あ、確かに広いんですよ。ここで、そうなんですよ、ここでベランピングしながら、あの窓から、何ですか、見てください、あの窓の緑が見えるんですよ。あー、本当だ。これイメージしてるそうです。すごい。そうなんです、それも想定してあのサイズの大きな窓を作ったそうです。こうベランダからも景色を楽しめるように考えられてます。あ、まあ、すごい広いですし、水線もありますし。そう、水線もあるので、ちょっとね、ちょっとした明かりもありますからね、はい、夜でも大丈夫だと思いますよ。そうですね、はい、いろいろこうベランダの可能性が広がる感じです。ではお部屋行きますね、はい、正面のお部屋ですね、はい、こちらが 5.23 畳のお部屋になってます。洋室ですね。おお、こちらもこうほのかなこのアクセントクロスがちょっとポイントで可愛いですね。いいですね、はい、大体ナチュラル系でまとまってます、はい、まあ、選ばない色ですよね。そうですね、家具、こう、そうですね、家具も人も、家具も人も好みも、はい、あまり選ばない。でこちらもしっかり収納ございますので、はい、あの物はしっかりしまっていただけると思います。なるほど、十分ですね。いや、十分ですね。 5.25 畳でも、こっち 5.23 畳、すいません、ね、5.23 畳でも十分ですね。使い勝手いいと思います。よかったです。はい、で最後のお部屋ですね、はい、隣のこちらの扉開けまして、はい、こちらが 6.76 畳の主寝室になってます。ほう、見てください、ここもなんかこう一面のなんていうんですか、緑景色がいいですよね。常になんかマイナスイオン溢れてる感じしますね。本当ですね。またガラスがなんか真ん中で分かれてないというか、うん、そうなんですよ。こちらフィックスで、こっちが開くんですね。開くんですね。開きますね。あはははは、こっちは
あ、こっちも開けます。開くっちゃ開くんですね。開くんですね。ちょっとあのデザイン性のある窓ですね。デザイン性のある窓ですね。真ん中であえて割らないっていう。なるほど。こんなおしゃれな窓ついてます。はぁ、でも真ん中にない分こう景色がこう綺麗に網戸が少なくなるんでよく見えるかもしれませんね。でね、アクセントクロスもちょっと他の2部屋と違ってちょっと落ち着いた色味なんで、より落ち着いた雰囲気になってるかなと思います。はい、初心室なんで。でこちらですね、こちら収納ね、はい、大きいのが横幅広いのがございまして、おこれだけ収納スペースとなってます。あ、十分十分ですね。いいですね。はい、こんな感じでしっかり加工してあります。なるほど、はい、初心室なんでね、大きめになってます。いいお家でした。はい、でちなみになんですけど、はい、まあこういろんなお部屋からご家族の方が朝起きて出てきた時に、はい、みんな一応この景色が見えるようにっていうのが一応ポイントになってるそうです。あ、はい、確かにどこ通ってもここは見ますね。そうなんですよ。あ、優雅な朝を迎えられますし、そう、季節をね感じられるんじゃないかなと思いますね。いいっすね。今はね夏なんでこう全体的に緑ですけど、また冬になったらね色味も変わってくるんじゃないかなと思います。はい、でしたら本日のお家はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。ね、あの回遊動線でこう家事動線しっかり考えられていたり、はい、お家での過ごし方をこうしっかりあの考えられたあのお家だったのではないかなと思います。はい、でしたら本日のお家は以上になります。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知の方よろしくお願いします。お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。絶景絶景です。